コンピラ温泉郷は、香川県中田戸郡琴平町の温泉街である。以前は、コンピラ山の門前町であって温泉はなかったものの、掘削を行い温泉を掘り当て、1997年以降に温泉地としての整備が開始された。金倉川下半から琴平郡山道周辺までの宿泊施設群のうち、12県が温泉を保有している。 現在の JR 琴平駅から琴平宮までの間は、江戸時代から参拝客向けの門前宿場町として栄えてきた。しかし、特に1990年頃からは日本におけるレジャーの多様化に伴い、琴平周辺の宿泊需要が落ち込みを見せていた。当地で宿泊施設を経営していた金金高級は巻き返しを狙い、1997年に、 自己保有地内で温泉の掘削を試み、源泉を得た。さらに彼は、この湯を、近隣の宿泊施設にも供給して、温泉街を形成した。2000年からは、毎年1月に、コンピラ温泉祭りと銘打った催しを行い、温泉街の振興を図っている。2007年に、源泉からの供給契約が切れるため、こと平町は、 長有地で新たな泉源を求めて採掘を行う決定がなされた。この琴平町の試みは成功し、2007年以降は新たな源泉から琴平町が廃油を開始した。なお、いずれの泉源も自粉ではなく、ポンプで組み上げて利用している。この二つの源泉は、泉質が少し異なるため、施設によって泉質が異なる場合が出てきた。山村順次。 47都道府県温泉百貨の224ページに1997年に得た泉源と2007年に得た泉源の両方の記述がある。加えて山村順次47都道府県温泉百貨の287ページによれば2013年現在の香川県内で温泉として利用されている泉源はすべてポンプを使って組み上げており、 自分してはいないことが読み取れる。以上のことから、金金高級が1997年に得た、泉玄と、琴平町が2007年に得た、泉玄が、いずれもポンプで組み上げていることは、自明である。ABC 山村順次、47都道府県、温泉百貨 P224 丸前出版2015年12月30日。 発行 ISBN978 から4から62108996五観光カリスマ100選、金華ネーアーカイブド2008年10月28日、アットザウェイバックマシン、琴平町の独自オ宣言、22日にも、屈作開始へ2007年2月21日、四国新聞。ありがとうございます。